カリオン農家でございます。ああ、綺麗になってるね。ピンクになってますね。いやー、綺麗やね。ああ、綺麗やね。最高の色づきだ。ああ、ほんまにもうね、ピンク。すごいピンク色になってます。こうやっとるんじゃないね。おお、これすごいね、このコントラスト、これ。これ、これ。1、2、3、3色、4色になってるね。これは素晴らしい。またグリーンの輪。おお、すごい、これね。はい。はい、今日はこちらを取りに来ました。まあ、世界がね、大変な世の中になっとるんで、ロシアが戦争しとるもんやね、ロシアとウクライナとね、島に核兵器使うとか言っとるもんね、困ったもんやわ。古墳の横にひっそりとね、石積みが立ってますんでは。これをね、はい、そしたらね、この右側を見てみましょうかね。このね、この場所はね、戦没者の尊い犠牲を改めて心に刻み、戦争の悲惨さを、平和の尊さを末永く後世に伝えていくため、満州事変以降の奈良県出身者戦没者の名を刻んだ銘板を作成し、大和の礎と名付けました。この他にも名前を刻めなかった戦争の犠牲者はおられます。2002年12月、銘板寄付財団法人奈良県遺族会ということでございます。ここにね、名板に約1万7600名の方がね、刻まれてるらしいよね。満州事変と明治かね、明治から昭和までね、戦争があったのは。何年か前来た時はね、草木がボーボーとしてましてね、本当に何かな思うぐらいね、これ今回気づくまでに全然知らなかったんだけど、そういうことでね、戦没者の方のね、約1万7600人の方のね、名板に記載されてます。すごいですね、一人一人の方のね、お名前を記載してありますから、ここに記載されてない方も多数いらっしゃるみたいなんでね、
高下君の親父もね、シナジ編ですかね、シナジ編に行ったり言ってましたけど、戦争は悲惨や言うてね、あの通信部屋だったんで、一番あの最前線と一番後ろでね、通信部屋からあの業があるみたいで、一番後方からね、あの作戦本部の中にいたらしいんやけど、で後方からずっと歩いていくとね、やっぱり死体がゴロゴロしとると、もう見れたもんじゃないということを言ってましたね。戦争なんかするもんじゃないとね、そんな言われてるのね。またロシアがね、ウクライナに入って戦争仕掛けてね、困ったもんですよ。しまいに全世界相手にね、核を使うとか言ってね、脅してます。まっぴらごめんだわ、ほんまに。ね、皆さんの命、尊い命がね、生かされなかったら意味ないやな。はい、ありがとうございました。遺族会の方がね、ここにちゃんと沿ってくれはったんでね、誰も見に来てないけど、ね、またここに来て、ね、ちょっと拝んでみてください。戦争を考える機会になりますよ。ありがとうございました。